ひろゆき資格何個ぐらい、自動車免許の、マニュアルの方と二輪の 400cc までと、あと僕あの小型船舶持ってんだ、船舶免許と、あとなんだ救急なんとかしってやつを一回取ったことがあるんですけども、免許どっか行っちゃったんですけど、あとはその旅行代理店の資格と、あとあの心理学部を卒業するともらえる資格が何個かあったんで、それを持ってる気がします。 1% の努力面白かったです。気持ちが楽になりました。お酒代どうぞ。ありがとうございます。1220円もらいました。ついでにひろゆきさんの持ってる資格教えてください。僕が持ってるのは救命のなんとかの講習受けたやつと、あと総合旅行取扱い管理者っていう、あの旅行代理店を作れる資格を持ってますと。あと最近あの履歴書というか、あのなんか職に申し込みをしたので、その時あの持ってる資格をとりあえずあの適当にそれっぽいやつを並べてみたんですけど、それ読み上げますね。じゃああのね、コーセラっていうオンラインの大学で取った資格なんですけど、あのオンラインで、まあ、誰でも取れるやつなんですけど、あのイェール大学が出してるサーティフィケートっていう形になるんですよ。これがね、サイエンスオブウェルビーイングっていうところのあのサーティフィケートを持ってますと。あとデータエンジニアリング、ビッグデータ&マシンラーニングオン Google コンピューター GCP ってやつがあって、これもコーセラの Google が認定してる資格で、あと Google クラウドが出してる資格で、クロメンタープライズデプロイメントエグザムっていうのと、 Google エデュケーションデプロイメントっていうのの資格を持ってますっていうのを書いて、最近あの就職の応募しましたまああのなんかあの5時間で5万円もらえるって言ったんで、どうなのかなと思って、はい。どうすればひろゆきさんと遊びますか、じゃんけんぽい